福岡ヤフオクドームです。福岡ソフトバンクホークス対千葉ロッテマリーンズ、この一戦をお送りいたします。ホークスの先発はエースの東浜、対するマリーンズの先発は右の二木、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。右の東浜、登板です。マリーンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、トップバッターは加藤。第1球打ちました。あっと引っ掛けた。東浜ボールを取る、アウト。これではワンアウトランナー1塁という場面で中村、投げました。打った。ショート右横のフライになりました。ショート落下点に入りました。取りました。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。投げました、打ちました。セカンド強襲、アウト。スリーアウトチェンジ。一塁ランナー、マリーンズ追う展開で迎える2回です。ツーアウトランナー一塁、低めのボール引っ掛けた、フラフラっと上がった、川島落下点に入った、取りました。これでスリーアウト。一塁ランナー安田残塁に終わりました。2回の表が終わって1対0。2回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。この回のトップバッターは松田。第9投げた、初球に送ってストライク。第2球投げた、まっすぐ空振り。第3球は打ちました、痛烈、さらに伸びていく、ライトセンターに送った、ホームラン。祝福を受けます。さすが松田というホームランでした。さあ、リプレイです。ホークス、ここはなんとかしのぎたい。ツーアウトランナー一塁三塁という場面、アウトコースをつけた、ワンバウンドヒットになった。1点返しました。井上タイムリーヒット。ホークス、なおもピンチが続きます。では第3球を投げた、おっと、デッドボール、これはデッドボール。第3球を投げた、これは引っ掛けた、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。3回のホークス、リードで迎える4回です。ノーアウトランナー1塁という場面で松田。第9投げた、フォークボール見送ってストライク。第2球投げました、打ちました、いい当たり、クリーンヒット、ボールが転がる。西田二塁蹴って三塁へ。松田、いいバッティングを見せました。さあ、チャンスを広げました。ホークス、リードで迎える5回です。ワンアウトランナー一塁という場面で松田。第9ストライク。第2球投げました、打ちました、ショート右横のゴロ、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。前半が終わりまして、ホークス、リードで迎える7回です。ここまで2安打、松田。第9ボール、マリーンズ、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投げました、見送ってストライク。投球はこれから3球目、打った、いい当たりだ、センター下がった、バッターランナー一塁、原発蹴って二塁へ、松田ツーベース。マリーンズ、何としても得点を挙げたい9回です。ツーアウトランナーなしという場面で打った、ピッチャー正面、アウト、試合終了。ホークス完勝です。さあ、本日のヒーローは2名。まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大